川端です。よろしくお願いします。今回は2022年、早稲田本庄高校の問題です。座標平面上の問題ですね。点 A が 0,4、点 B が 2,0。で、三角形 ABC が正三角形になるように点 C を取って、点 C は A,B とします。その時の A の値、B の値、このね、C の X 座標、Y 座標を求めなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい。ではね、解説していきます。まずね、X 座標、Y 座標がね、求めろということなので、ここの X 座標求めたいなーっていうことで、ここにね、補助線引っ張って、Y 座標を求めたいなーと思ったら、ここに補助線を引っ張るわけですが、ちょっとこれ囲っちゃいましょうね。こうね、囲っておきます。で、その時にですね、今、正三角形の一辺の長さ、これは求めることができますね。三角形 OAB に注目して OBA でここが4でここが2ですから三平方の定理で AB の長さはルート4の2乗足す2の2乗でルート20で2ルート5と、まあ、1対2対ルート5で2ルート5と出してくれても構いません。なので一辺の長さが2ルート5という具合に出ますよと。そしたらですね、じゃあどうするかっていうことなんですけども、今、AB の長さが2ルート5ということですが、これ AC の長さも BC の長さももちろん2ルート5になります。で、ここで今わからない文字 A と B ということはね、わからない文字2つあるので、2つの式を立てていきたいというふうに思います。例えばですね、この辺の長さ、AC と BC の長さが等しい。ここから方程式を作ることができます。AC イコール BC。で、二乗しておきます。なぜ二乗するかっていうと、三平方の定理を使うためです。そうすると、AC の二乗ですが、まあ、横がここ A ですね。で、縦が、ここの A の Y 座標4から B を引いた 4-B という具合になります。まあ、ちなみにですが、これ C の Y 座標が A の Y 座標より大きいかどうかちょっとわからないので、まあ、B-4 って書いて、もういいんです。いいです。4-B も B-4 も結局三平方定理で二乗してしまえば変わんないので、なのでこれは別に、わかんなくても大丈夫だよということですね。そうすると、ここが A でここが 4-B なので、三平方の定理で A の二乗足す、括弧 4-B の二乗というふうになりますね。で、また、BC の二乗ですが、ここが A-2、縦が B ですね。だから、括弧 A-2 の二乗足す、B の二乗という風になります。で、ここから、まず、A と B、簡単な式にしていきましょう。これ計算すると、16-8B 足す B の二乗、イコール A2乗-4A 足す4プラス B の二乗と。で、バサバサ、バサバサと消えて、そうすると、こっち移行すると、4A イコール、マイナス 8B 移行して 8B ですね。で、16移行してマイナス12と。したがって A イコール 2B-3 という具合に出ます。A イコール 2B-3 という関係式が出てきました。そしたらですね、続いて、今度はですね、この AC の長さ、ここが2ルート5と分かっているわけですから、ここで三平方をもう一回やることによって、A と B の関係式ができます。で、ただ、今 A イコール 2B-3 ということが分かったので、この A イコール 2B-3 を代入して 2B-3 と 4-B と2ルート5、ここで三平方していきたいと思います。そうすると AC の2乗が2ルート5の2乗になって、この AC の2乗っていうのはこの括弧 2B-3 の2乗、まあ、A の2乗のところですね、足すことのここのちっちゃいところね、ここ 4-B の2乗イコール、4520と。で、これを計算します。そうすると、これ展開したときに 4B2 乗と B2 乗出てきて、5B2 乗を、マイナス 12B とマイナス 8B 出てくるから、マイナス 20B。プラス9足す4で13。13だけど、9足す16で、25ですね。25で20移行すると、マイナス、プラス5ですね。はい。バタバタしてすいませんでした。はい。で、5で割ると、B の2乗引く 4B 足す1イコール0。で、ここ、解の公式使って解いてあげて、ルート、
4引く1で3ですね。というふうに出ます。で、b イコール2プラマイルート3と出るんですけれども、今、問題の条件としてはですね、これ a が正で b も正です。ちょっと書くの忘れてましたけど、a が正で b が正になってます。ということで、これ2プラスルート3も2引くルート3も両方とも正なんですけども、ただ、この a イコール 2b 引く3。この方に b を代入したときに、これも a もプラス b もプラス、特に a も、a がプラスってことですね。そこにちょっと注目します。つまり、b イコール2たすルート3の時だったら、a イコール 2b 引く3なので、2カッコ2たすルート3引く3。これを計算して4引く3で1たす2ルート3。ということで、これは、正ですね。プラスです。なので問題ない。だけど、b 引く2引くルート3、b イコール、焦ってるということですね。b イコール2引くルート3の時、そうすると a イコール 2b 引く3なので、2括弧、2引くルート3引く3。これ計算すると、4引く3で1引く2ルート3。で、これは負ですよね。これ4引く3で1引く2ルート3は負になってしまいます。そうすると、これ負になってしまうからこれダメだということがわかります。したがって答えは、今、A イコール、1たす2ルート3ですね。これですね。A イコール1たす2ルート3と B イコール2たすルート3。A イコール、ちょっとこっちに書いちゃいますが、A イコール1たす2ルート3と、B イコール、2たすルート3というのが答えになりますよということであります。わかったかな？ということで、まあまあ難しいって感じですかね。まあちょっと作業はね、ちょっとやんなきゃいけないので、まあ結構、まあ、解ける人解けない人にちょうど差がつくような、早稲田本庄を受ける生徒にとっては差がつくような問題だったかなというふうに思います。以上で解説終わります。では。